画面の前の皆様こんにちは、ベルクラウサ耳のお時間でございます。今回はですね、久しぶりのウサ耳ハントレスちゃんなんだけどね、この子にウルトラレーンともりと、プラスね、超凶悪なものをつけてきています。一体何なのかと言いますと、この斧が一発当たるだけで相手がダウンしてしまう一撃斧です。つまりね、ウルトラメメントモリと一撃斧を組み合わせることによって、このね、ハントレス少女がね、ウサ耳ハントレス少女がものすごいチート級の強さになるという噂を聞きまして、私もねこの構成でいきたいと思います。とんでもないよ、だって斧一発でダウンですから。さあ、そんな凶暴性を隠し持ちつつも、なんとも優美な鼻歌でしょう。もう見つけちゃった。でしかも今回ね、このウサミンパークつけてきてるんで、ああこれ微妙届かんない、微妙届かん、ずれるな。ウサミンパークをつけてきてるので、じゃあ待ちんしゃい、あなた当てちゃうから、ほら一発でしょう。さあ行こう。ウサミパークどうなるのかって言いますと、一回吊るすごとにね、カウントが上いるな、1,2,3,4,5 まで上がっていって、そのたんびにね、スキルチェックが異常に難しくなっていくんですよ。まあそれはルインを超えるようなね、難しさであるので、なるべくまあ壊されないように、呪いのトーテムがあるんですけどね、そちらを壊されないようにしたいと。絶対これ上から来た人が下に来てる、いやもしかまだいるのか、あまだいますと見せかけて戻るだろう。大体わかっている。さらにですね、皆さん地下に入ると誰が入ったかわかります。遠くからでもね、ピキンみたいな音がして、誰か地下に侵入しましたみたいになるんです。あれもう入ってるよ。ちょっと待って待って、ちょ待ってマジか、待ち構えちゃう。この野郎、当てるぞ一撃斧を。あれもう一人いるやろ。ああこの子か、まあいい、見逃してやろう今回は。どれ、お治療できたん、早いね。いやまだまだ楽しみはこれからよ。すっ、これしかもですね、2本斧を増やすやつをつ使えば、さらにその一撃斧を5本持てるようになるんですよ。一撃斧自体がまあそもそも3本しか持てないからね。いいよけだ、お救われたみたいだな。ほら地下に入ってるの見えるでしょ、これ地下に入ってるのが見えるので、すぐ戻ることができると。そして一撃斧を食らわせることができるというね、コンボ。いますね。さあ、あなたもロシアに連れて行こう。まあ、ロシアに連れて行ったら、私、オルガと会うことができるんでね。まあ、行ってみたいところではありますけども、すっと。先日、オルガからメッセージが来まして、スカイプの方にね。今、ウラル山脈にいるぜみたいな。ウラル山脈にいるわよみたいな。来たんですよ。と思ってさ。ウラル山脈のふもと、私今住んでるみたいな。え、そっちか。で、ウラル山脈ってどんなとこなんだろうなって検索したら、ちょっとこれ、人里離れすぎてて、あれ、3人もいる。おっと、あなたも来てたの？人里離れすぎててね、びっくりした。大丈夫か、オルガと。おらよ、一撃まず、1人目。そして、これね、しかもね、2撃目からの殴り、面面ともりですから、皆さん地下で起こる 大虐殺。ほれ甘い、そんなサングラスをかけてるからだ、気に食わんそのサングラスがな、今すぐ割ってやろう。まあもらってもいいんですけどね、サングラスね。おめぐちゃん、子に照る子が、この野郎なんで三つ編みじゃないんだ、なんでポニーテールなんじゃい。いやポニーテールも好きだけど、いやなん
っていうか大人になればなるほどちょっとポニーテールがよく見えてくる。そしてお前、あ、ちょっと待って、全然まだメメントモリの条件満たしてなかった。メメントモリの条件は一回だ、あ、吊るさないとダメなんですよ。よいしょ。さあ3本補給できて、さらにですよ、ウサ耳パークがもうレベル4まで来てるんで、ほぼスキルチェックは不可能だと。呪いのトーテム壊さんとね。大丈夫か。お、こっちでやってたか。また運悪くミスっちゃったね。そう、ミスっちゃうのよ、このウサ耳パークでさ。いるやろ、いるやろ、うん、いるやろ。あー、傷ついたミンがいるな。オッケー。あ、ちょっと待って、こら美少女よ真の像をついてやろう。やばい、強すぎるこれマジでゲーム性が崩壊しすぎてて、やばい。すごいね、ウルトラメメント森、そして一撃斧の組み合わせ、どうでしたでしょうか。たまりません、こいつはたまりませんよ。もうこんなんね、私生存者でやられたことあるんだけどね、ひとたまりもなかったですよ。生きてらんないよ普通、うん、無理。これを生き残ろうとする方が無理、うん。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。おそらく全殺人鬼の中で最も凶悪なんじゃないかと言われるこの、パーク構成でございますけども、鉢合わせたらそこのあなた運が悪かったと思って諦めてくださいそんなわけで皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルグラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。